南岸から隅田川との合流地点東に位置する1万年橋は、東京都のうな川に架かる橋で、第一橋梁である。江東区道第3124号線を通す。北岸は、江東区時は一丁目、南岸は、江東区清澄一丁目と二丁目を分かつ。東橋のすぐ西側でうなぎ川は、隅田川と合流。東側には新大なぎ川水門が設置されている。 葛飾北斎富岳三十六景、深川一万年教宇歌川広重名所江戸百景、深川一万年強を一万年橋が架橋された。年代は定かではないが、遠方八年の江戸地図には、元番所の橋として、当初に橋の記載がある。江戸時代初期、この橋のすぐ北側に同じ川を航行する船にを取り締まるために、川船番所が置かれていたものの、 この番書は、明暦の大化後の江戸市街地の整備拡大に伴い、漢文元年に中川口へと移されたため、付近が元番書と呼ばれていたことに由来する。経画名と考えられる、一万年橋という故障となった時期などは不明である。尾じ川は、江戸市内へ行徳の塩や、近郊農村で採れた野菜、米などを船で運び込むための運河であり、 かけられた橋はいずれも船の航行を妨げないように、橋脚を高くしていたが、一万年橋は中でも特に大きく高く虹型にかけられていたことから、その優美な姿を愛された。葛飾北斎は、富岳十六景の中で、深川一万年橋下として、歌川広重は、名所江戸百景の中で、深川一万年橋として取り上げた。後、 江戸期を通じて4回の改めかがあったとされるが、定かではなく、関東大震災の直前には、目標がかけられていた。震災時も被害は受けたものの耐え切ったが、老朽化と合わせて、震災復興計画により現在の橋に架け替えられた。北岸は、松尾芭蕉が今日構えた場所で、隅田川と同じ川の合流地点付近の住居跡は、芭蕉歴史庭園として整備されている。 また近隣に江東区場所記念館がある。隅田川のすぐ南側にある清洲橋は1万年橋、田元からの眺めが最も美しく見える角度とされ、清洲橋のモデルとなったドイツケルンのライン側に架かる吊り橋を彷彿させることからケルンの眺めと呼ばれている。2020年9月1日になってから放映開始されたサントリー特茶のテレビ CM の各県人が出演する。 バージョンにおいて、この橋で撮影されたシーンが一瞬出てくる。一万年橋高橋西深川橋から、ありがとうございます。